ラフィーニャが後半70分ぐらいからかな、右のインサイドハーフやってたのよ。カンセロが右からボランチ入ってくるの。で、ラフィーニャここじゃん。この感じでさ、ジョアン・フェリックスとレバンドスキーいて、まあ、この辺が動き回ってボール入ってくるときに、こうサイドからクロスとか入ってくるときにこう飛び出して、ここのラフィーニャの裏抜けのうまさ出ると思わない？もしくは、このウィングとポジションチェンジして、ウィングで仕掛けてとか。まあ、ベルナルド・シューバーのちょっと攻撃に寄ってるバージョンっていうからさ、いうかさ、バルサで起きる問題が、まあ、これが起きやすそうで実際起きてんだけど、まあ、シティの頃もそうだったけど、カンセラのここのポジショニングがね、中入りすぎんだよね。ここが繋がってる時に中入ってくれとかじゃなくて、カンセラは中入っていいって言われてるだけで入ってるから、こうなって、ここ繋がんない。で、これがバルサの直近でよくあった問題なんだけど、ラフィーニャここ降りてきて繋げんだよ。その気の使い方できんだっていう。そう、だからベルナード・シューバーやってんだよね、ラフィーニャは。前、ラフィーニャのね、インサイドアウトうまくいくって言って、僕はここだと思ったんですけど、この飛び出しのとこと、ここでのテクニックで。まあ、ライン間でいいボールの受け方もしてたし、そこをできるのはあれなんだけど、ここの気使えたんかい、ラフィーニャっていうね。むしろカンセロいつまでその動きなんだ。なんだけど、カンセロは逆転後の時に、カンセロここの飛び出し100点なんだよね。ここの飛び出しめちゃくちゃいいのよ、この、こっから出てってのはこれね。もう普通にカンセロをウィングやらした方がいいっていう。カンセロ抜けるじゃん。飛び出せるじゃん。何が悪いって守備の集中力だけだから。カンセロはもう最初にね、サイドバックに使った監督がなんかウィングにいい人いたっていうのと、相手が弱い時にカンセロのサイドバックハマっただけで、実際カンセロはね、ほんとウィングだよね。絶対ウィング。左ウィングとかやらせればいいと思う。チャビって悪童扱うの得意じゃん。悪童って雑にくくるけど。心の波がある選手を扱うのうまいじゃん。デンベレとかジョアン・フェリックスとかカンセロとか。まあ相手との力関係で自分たちがボール持てるっていうのは、上げ底してもらってるっていうのはあるんだけど、やっぱりね、監督が頑固なのと、ヤンキーの相性の良さはあるんだよね。日本のサッカー界でもそうだけどさ、ヤンキー系の人がやるもんじゃん、サッカーって。真面目でうまいみたいな子ってさ、すごい少ないじゃん。久保とか三笘とか目立ってるだけで。実際はやっぱり真面目なスポーツマンって野球行くしさ。なんかそこで男としての強さっていうか、うるせえ、俺に歯向かうな、従えっていうそのさ、だけどこの親分についていきたいみたいな人が相性いいから、チャビってめちゃくちゃ頑固じゃん。だから、いい試合はいいけど、悪い試合はやっぱりずっと迂回経路作れないとかさ、逆サイド変えれないとかさ、ビルドアップの時にサイドバック幅取ってはまっちゃうとかさ、低い位置で。そうだから、今のチャビの得意なことというか、ヤンキー系の選手とチャビの相性の良さと、バルサの戦力と他の戦力との差みたいな。そこはまあうまくはまってるなと思います。だからまあそこがはまらないチャンピオンズリーグだと弱いなって。で、その頑固さっていうのが、こう合理的にいろいろ組み替えてやろうとするレシピへの工夫じゃなくて、歯向かうことを許さない。歯向かうことを許さないプラス、組織への忠実さっていうか、怖い顧問の先生の感じ。長谷川健太力。チャビってポゼッションできる長谷川健太みたいなところがあるから、そこがね、俺大事だと思ってて。日本のサッカーもね、基本的にはその日本人治世武器って言うけど、いろんな選手として現場してる僕からするとそうは思えないから、フィジカルあって技術磨ける、子たちが上に残ってて、それを魂で引き入れるかみたいな、とか人間性で引き入れるかみたいな。スクールウォーズとかさ、ルーキーズをやれるかどうかが大事だと思ってんの。そのルーキーズ感、って言うと森保さんとかさ、そういう感じ、長谷川健太監督とかいいと思うのよ。鬼木さんとか。で、その、頭でいろいろ考えて合理的に組み合わせてってやる人とヤンキーって相性悪いの。この相性の悪さ一番表してるのがペップなんだよ。ペップとイブラ、ペップとリベリー、めっちゃ相性悪いでしょ。アグエロも本質的には相性悪いから。現にジズスが来て良くなったり使われなかったからね。それでアグエロ自体がこれじゃやばいっつって変わったけど。で、僕はどうしてもそういうふうにね、こう合理的に自分に矢印向けていろいろやってみたいな、チャンス増やしてピンチ減らすみたいな、そういうメカニズムを作れる監督が好きなんで、そっち評価するんですけど、まあ、実際はルーキーズ要素みたいなのが重要で、だから、ヤンキー多いチームには、そういう頑固親父系監督が重要というか、噛み合わせがいいんだろうなと思いますね。矢印の向け方が知性の方じゃない感じ。こうでこうなったらこうなるな、みたいな。っていう人と、いや、この世界は拳の世界だろって人って、相性悪いじゃん。それが若い時のイブラとペップで。でも、イブラは年取った後に、一番いい監督ペップだけど、人間として最低なのはペップだって。だペップはもう、頭悪い奴に対して人として扱ってなかったんだろう。お前バカだから悪いんだろみたいな。それを若い時でイブラからしたら、こいつ人間として最低だな、みたいな。年取ってみると、いや、でもあいつ合理的なこと言ってんな、みたいな。今、シティで、そのヤンキー系の選手って俺一番はウォーカーだと思ってるんですよ。
ウォーカーとペッパー合わないじゃん。ちょっとモラハラっぽくなるじゃん、ペップも。あのウォーカーがどっちかっていうと、それじゃダメだからって変わろうとしたいから、ね。で、そう思わせれることが大事だから、ちゃんと今、その組織を作ったペップさすがなんだけどね。カンセロのジンチェンコムーブは、これが組んでて、これカンセロだとして、ウィングが合ってるときに、ここ繋がってないときに入っていっちゃってるときはあれなんだけど、ここがこう繋がってるときにカンセロも入っていってるのはいいと思う。指定のときはここ入りすぎたりとかさ。なんかこの約束とは、まあ、違うだろうからね。だから、全然カンセロここやれる技術はあるから。アーノルドロールだけどね、どっちかっていうと。アーノルドと同じで、右サイドバックの守備は不安だけど、攻撃で違い作れる選手で、アーノルドほどのキックはないけど、それ以外の攻撃のセンスみたいなところでね。あとはもう、バルサの場合、リバプール以上に自分たちがこう圧倒できる試合が多いから。でも、まあ、ジョアン・フェリックスもカンセロもどっちも相手強くなった時ですね。うわ、オフザボール足りねえなとか、うわ、守備不安だなみたいな。チェルシーの時よりもボール出てくるからね。でもまあまあ、楽しそうだし、いい感じに転がされてるなって思いますけどね、バルサン。あとはもう、ギュンドアンとかレバンドスキーとか、共有力高い選手多くて、ね、守備に走り回るみたいな。まあ、アトレチコの頃と違うから、ただ、ああいうメンタルでアトレチコ出てった選手ってね、その後がね、アルダトランとかも、シメオネのサッカー走りすぎるとか言って出てたけど、結局その後メンタルコントロール自分でできなくて終わってったから、まあ、ずっとこの感じだろうなって思いますけどね、ジョン・フェリックスは。カンセロとかジョン・フェリックスは不調ではないと思いますね。それぞれのメンタリティが、うん、そのチームで絶対的な序列を与えられてるわけじゃないから、悪い方にずっと転がってる。だからカンセロみたいにいつも絶対出れるわけじゃないけど、俺うまいのになんで出さないんだ的なのとか、ふてくされが出てたわけじゃん。そのロッカールームの話とかで言うと。で、ジョアン・フェリックスとかも、自分が中心じゃなかったりとか、チームがボール持って波に乗れてないと、ちょっとふてくされる行動だったり、守備を継続的に続けられないじゃん。それがバルサだとその両方ないから、試合に出れるし、バルサが基本支配するし、相手にボール持たれて自分らが守備に走んなきゃいけないとか、チームうまくいかなくなってメンタル的に問われてるみたいな状況になった時が勝負です。だから不調じゃなくて、うん、人間としての特徴が今のバルサに合ってる。でも入る前からそれは言ってたけどね、カンセロなんか特に。そう。相手が強くなんなければ、カンセロはいい選手だって。僕、全然カンセロとか嫌いじゃないです。もう聞いててもらったらわかるけど、シティの配信とか見てても。選手として使うかどうかとかそういうのは置いといて、カンセロってキャラクターに関しては、すごい可愛いなっていう話をするじゃん。カンセロ何してんのみたいな。だルカクともそうなんだけど。だ可愛いんだよね。うん。で、これは自分のチームにもカンセロみたいなタイプの選手は全然いるんですよ。ノリいい時はいいけど、そうじゃない時良くないとか。でもこれってもう普通の若者の姿だから。サッカー上手い若者って基本カンセロだよ。だってみんながさ、学生時代とかサッカー部の上手い子を思い出してみ。絶対カンセロっぽかったと思うよ。キエリーニとかプジョルみたいな人いなかったでしょ、あんな。野球部行ってるでしょ、絶対。なんかラポルタが、うちは選手獲得できたけど、マドリーニはいつエンバペ来るんだみたいに言ったけど、上手取れるほどいい補強してねえぞって思ったよ。カンセロ取って、ジョアン・フェリックス取って、こんなにさ、問題児っていうかさ、ほんと、自分に矢印向けれない系の才能ある選手を開花させたらさ、もうデンベレの実績もあるし、チャビだけ特殊能力持ちだよね。攻撃戦術ずさんだし、取ってくる選手のチョイスもわけわかんないけど、デンベレ、ジョアン、カンセロ、フェリックス、全員さ、戦える選手にしたらさ、それはもう他の誰も持ってない能力だよね。そういう選手の方が安いし、取りやすいっていうのはあるんだけどね。なあ、ジョアン・フェリックスのずっと夢だったみたいな。そらね。いいんだけどっていう。フェナトーレスね、変わったね。リーガのレベルは、なんていうかな。下がらざるを得ないんだよね、お金ないから。他に取られちゃうから。リーガが悪いっていうよりも。結局ね、資本主義社会でスポーツビジネスやったらそういうことになりますから。Thank you.